違う。ご存知、橋本でございます。はい、今回はですね、いつもねこの子牛用の餌を裁断、して、やっているわけなんですけども、この裁断機ね、買ってから2年ぐらい経つのかな。まあ結構ね、1ヶ月に一遍ないし、そのぐらい使うんですけども、まあカッティングして、って歯っていうのがありますよね。でその歯がねちょっとねそろそろ限界かなと、だましだましねちょっとヤスリとかで削ってやってたんですけども、これは本格的にちょっと研がないとダメかなということでね、今回はその研ぐ前と研いた後ではその切れ味どう変わるのかっていう形でね、検証していきたいと思います。早速行ってみよう。はい、内部はですねこのように歯が回転して、それをあと風圧でですね、排出するっていう形になります。で、今回ね、まあ、ちょっと研いでみようって思うのがここのところです。この歯です。ね。これを、ボルト締め、されてますんで、今から取って、ね、研いでいきたいと思います。ですね、ちょっと手こずりましたけど歯の、研ぎ終わり、それから、再設定の方できましたんで、早速、裁断してみようと思います。はい、見てみましょう。こんな感じになってます。わかるかな？ちょっとね、やっぱね、歯を交換する前は、長いのが結構混ざってるかな。太いところは消えてくれてるんですけども、ね、ちょっと長いところが混じってるかなと思っておりました。で、こっちの交換してからはですね、やはり均一にね、切られてるなっていうのがわかりますね。うん。やっぱり歯はね、切れるものにしないと。ということで。ね、では早速、仕事の方進めてまいりたいと思います。
はい、ということで、今回はですね、こちらの自分が子牛の餌を作るために使っている裁断機の刃をですね、ヤスリで研いで、いきました。やはりね、切れ味が良くなるとそれだけ作業効率も良くなりますし、あとはね、故障が少なくなるっていうメリットもありますんで、まあこういうのもね、日常的にメンテナンスしていかないとダメなのかなと思っております。はい、ということで、今回はこの裁断機カッターの刃を研いでいくということでお送りいたしました。これからね、この機械と長く使っていかないとダメなんで、たまにはメンテナンスしないとということでお送りいたしました。最後までご視聴誠にありがとうございました。よし、これで、いい子牛作りができるぞ。うん。